カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー、ニュー・ウェスト・ミンスター・ニュー・ウェスト・ミンスターは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置する都市。メトロ・バンクーバーに属し、バンクーバー都市圏の一部を形成している。同地域内では最も古い歴史を持つ都市である。1859年、ビクトリア女王によって、植民地ブリティッシュ・コロンビアの首都に選ばれ、女王が好んだ。 ロンドンのウェストミンスターの地名を取ってニューウェストミンスター州と名付けられた。このため、愛称はザ・ロイヤル式と呼ばれる。西部カナダで最初の都市となり、選挙によって選ばれた議会を持つ最初の都市となる。1866年、植民地ブリティッシュコロンビアと植民地バンクーバーアイランドが植民地ブリティッシュコロンビアに統合され、首都をウェストミンスターとした。 しかし、その後、植民地バンクーバーアイランドの首都であったビクトリアへと移された。ニューウェストミンスターのチャイナタウンは、植民地初期に設立されたものとしては最も古いものの一つで、規模も大きかった。もともとフロント通りにあったが、ザスワンプと呼ばれるダウンタウン南西部に移転した。しかし、1898年の大火で壊滅的な被害を受け、一部しか再建されなかった。 ウェストミンスターキーはバンクーバー国際交通博覧会の頃に再開発された場所で大型のパブリックマーケットやホテルが建てられバンクーバー中心部とを結ぶスカイトレインの駅が建設された時代とともに主要産業は移り変わっており1800年代は林業や漁業1900年代には重工業と製造業 1950年中頃から1970年代は小売業、1990年代はヘルスケア業、小売業、教育が主な雇用先となり、2000年代にはハイテクや光ファイバー産業が加わった。芸術や文化が新たな強みになりつつあり、2001年報告書によると人口5万人以上の都市で芸術家を排出している人口比率では、 国内第9位である2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツー・ニューウエストミンスター2008年5月3日閲覧。ありがとうございます